初めて見た。あれが執行者なのか。すごい、正義の執行者だ。うわ、かっこいいな、強そうだな。罪を犯したトガビトを裁きに来たんだよね。ゴードンはもう終わりだね。やめてくれ、やめてくれよ。わざとじゃねえんだって。殺すつもりなんてなかった。だから、だから許してくれよ。消えた。執行者がゴードンに触れた瞬間にスッと消えちまった。どこ行ったんだ。すごい、一瞬でトガビトを消しちゃった。これが執行なんだね。よかったね、ミゼラ。これで悪い奴はいなくなったよ。そうだね。おーい、ゴードンの奴は執行されたみたいだね。誤解してすまなかったな、ナッシュ。はん。それよりカナタ君、今ちょうど連絡があってね。コーディさんが近くまで戻ってきているらしい。父さんが？やった。多分森を抜けた先にいるだろう。じゃあ俺迎えに行ってきます。ミゼラとナシも行こう。うん、わかった。ミゼラはどうして戦わないの？カナタが守ってくれるから。でもさ、ミゼラってカナタより全然強いじゃん。ぶっちゃけ守ってもらう必要なくない？え？そうなの？ミゼラ。そんなことないよ。私はいつだってカナタに助けてもらってる。そうだよね。安心してミゼラ。君のことはちゃんと俺が守るから。うん、ありがとう、ナッシュ。はい。余計なこと言ってごめんなさい。どうした、ベルベット。まさか。ええ、どうやらいたみたい。呼ばれてるわ、この腕が。どうかしたんですか？探し物が見つかったようだ。ここでお別れだな、カナタ、ミゼラ。え、そうですか。カナタを助けてくれてありがとうございました。俺の家この先にあるんです。もしまた困ったことがあったらいつでも寄ってください。何でも力になってあげますよ。あんた、その言い方なんとかならないの？え、何がですか？よせ、ベルベット。ありがとう、カナタ。好意だけ受け取っておこう。ち、さっさと行くわよ。あ、さらばだ。縁があったらまた会おう。ええ、またさようなら。かなり近いわ。この腕が薄いてる。同類が近くにいるってね。あまり無理はするな、ベルベット。その腕に頼りすぎるのも危険だ。あんたがそれを言うの？確かに最初のうちは腕に体中の力を吸い尽くされるような感覚もあったけど、今はそれもコントロールできる。こいつはなすべきことをなすための私に必要な力よ。あんたのおかげで手に入れた。ね、そうか。私に向けた君の感情は至極当然のものだ。だから私も逃げるつもりはない。しかし今この時は仲間として背中を預けてほしい。使命を果たすために。分かってるわよ。言ったでしょ、あんたが使命を果たすのを手伝うって。その中で見極めさせてもらうわ、あんた。ああ、そうしてくれ。そして私が使命を果たし終えたその時は、その時は。すごかったな、かっこよかったな、執行者。
罪を犯した人間の様子を転映すると、あちこちの村や町にあるビジョンセントラルに映し出されて、それを見た世界中のみんなが執行を願う。そうして多くの人が執行を願えば、そいつはトガ人となって執行者に裁かれる。やっぱりビジョンオーブって素晴らしいものだね。オードンは執行者と一緒に消えちゃったね。ええ、どこへ行ってしまったのかしら。そんなのどうだっていいじゃないか。ゴードンは罪を犯したトガ人なんだから。そうだけど、完全に消えちゃうっていうのはやっぱり少し怖い気がするの。何を怖がることあるのさ、ミゼラ。裁かれるのは悪い人間だけだよ。ミゼラには関係ない。そうね。だけどもし罪を犯すような悪い人間はいなくなって当然さ。そうだね、カナタの言う通りだね。この世界には悪い人間を裁くビジョンオーブがある。そして父さんみたいな立派な大人もいる。だから不安に思うことなんて何もないんだ。父さん。おお、カナタか。迎えに来てくれたんだな。ミゼラとナッシュも一緒か。元気にしていたかい？はい。ナッシュはよくいたずらをするからな。村のみんなに迷惑をかけなかったか心配だよ。かけてません。事件があったんだけど、ナッシュは何も悪くないんだ。ミゼラと一緒によく小さい子たちの面倒を見ていたよ。そうか。立派にやっていたんだな。それは良かったよ。村の皆さんもわざわざ出迎えてくれてありがとう。農業や漁で毎日忙しいというのに。いえいえ、コーディさんのやっていることに比べたら俺たちなんて全然。なかなかできることじゃないですよ。身寄りのない子供を引き取って育て、その上わざわざ世界中を旅して里親まで探してあげるなんて。カナタ君、君のお父さんは本当に立派な人なんだよ。はい、俺の自慢の父さんです。そう言われると照れてしまうな。父さん、今回の旅は長かったね。誰かいい人は見つかったの？ああ、とてもいい人と出会えたんだ。ここにミゼラが来てくれたのはちょうどよかった。え、それってミゼラ、君を引き取りたいという人が見つかったよ。そうですか。よかったじゃないか、ミゼラ。おめでとう。うん、ありがとう。早速明日の朝迎えに来てくれることになったよ。裕福でとても優しくいい人だよ。きっとミゼラを大切にしてくれるはずだ。そっか、ミゼラが。カナタ、お願いがあるの。どうしたの、ミゼラ。一緒にあの場所に行かない？私がここにいられるうちにもう一度だけでも。あの場所ってどこだかわからないが、行ってあげなさい、カナタ。最後になるかもしれないんだから。そうだね。ありがとう、お父さん。じゃあ行こうか、ミゼラ。